といただいていた皆さんです。豊橋市から朝岡さん、大阪市からは、土井千代子さん、春日井市の清志がすべてさんに、北名古屋市からは林雅子さん、豊川市の豆柴さんは、秋を感じることが多くなりました。栗でしょ、ぶどうでしょ、サンマでしょ、食べ物ばっかり、かっこ笑い、秋はちょっぴり寂しいですねといただきました。本当なんかね、美味しいものたくさんある一方で、夕方日が暮れるのが早くなってきたなと思うとね、キューッとこう寂しい気持ちになって、そういう時に演歌歌謡曲を聴くとまたさらに染みるんですよね。他にもたくさんのリクエストありがとうございました。氷川きよしさんですけれども、10月25日にあのドラゴンボール超の、ね、主題歌ですね、限界突破サバイバー発売決定しておりますので、こちらもお楽しみに。今週の第5位は氷川きよしさんです。